おはようございます。速稼塾の久保です。今回の動画ですね、稼げない人の特徴をちょっと申し上げようかと思います。これ今まで何回もやってたんですけども、稼げない人の特徴って情報をね取りすぎるんですよ。いろんな方の例えばね動画を見すぎてるんですよ。あの動画を見る必要ってないですからね。やること決まったらその1個をやって、そこで例えばね50万とか100万稼げるまでひたすらやるだけなんですよ。その柱がない限りは他の情報っていうのは害になるばかりですよね。例えばいろんな方に相談してみたりとか、相談すれば返事が来るじゃないですか。その分だけ手間が増えるんですよ。そういうことするんではなくて、まずね目の前に、あるその案件1個がどこまで追求できるか、深掘りできるかなんですよね。例えば自己アフィリエイトです。自己アフィリエイトでしっかりと稼いだ後、次に進むべきっていうのは他の人の見解を聞くことではなくてね、他の人ではないです。自己アフィリエイトを誰に教えようかなっていうことなんですよ。だからもう集客を始めないといけないんですよね。集客を始めるってことは、例えば YouTube の動画を乱発するってことになります。それができていなくって、まだね自己アフィリエイトでちょっと売り上げを上げたんだけども、じゃあ次何やろうかなって他の人の動画を見ちゃったりすると、これはもうアウトですね。これ稼げない人の特徴なんですよ。でもう一つなんですけども、あの FX ってのがありますよね。で FX をやってる間って他のこと一切やらない方がいいです。あの FX を片手間でできるほどそんなね楽な世界ではないんですよ。あのはっきり言って FX ってねビジネスみたいに甘くないですからね。でビジネスでも結果が出ない、逃げるようにして FX に可能性を見出した人っていうのは、もっともっと最悪のドツボにはまると思いますよ。ビジネスを積み上げてきて、そのビジネスで余剰資金が常に生み出せる状態なんで、だから FX に資金を入れることができたら、じゃあ FX をやろうかなっていうのが、もうこれはね絶対の法則ですよ。これを壊して FX だけうまくいくっていうのは相当な天才です。あなたは天才ですか？でましてやですね、ビジネスあれこれやりながら、動画、人の動画いっぱい見ながらね、いろんな人に相談しながら、じゃあ FX もやろうかなって。これはね、あの何年かかってもお金にならないと思いますね。じゃあ結論ね、何をすればいいのかってことをもう一回整理しましょう。自己アフィリエイトで売り上げを作りましょう。そしてその売り上げを作れる力を人に売りましょう。ね、10万円自己アフィリエイトで稼げるんだったら、10万円稼げる自己アフィリエイトっていうことで発信をしていってですね、その方法を2万円で売るんですよ。もうこれ以外にはないと思いますよ。もちろん10万円儲けるところで2万円にするのか、5万円儲かる方法を1万円で売るのか、その辺のねブレはあってもいいと思いますけども、これ以外のルートっていうのは非常に稼ぎにくいんで、一人で稼ごうとするんだったら、きちんとね初歩の初歩の自己アフィリエイトをマスターすることだと思います。自己アフィリエイトでねやっぱ10万20万稼いだことがないのに、やっぱりいろんなことやらない方がいいと思います。うん、まあね、金額だけじゃないですよ。自己アフィリエイトで3万とか5万稼げるようになったら、その方法ね、やっぱ誰かに、教えていくってことの練習をするとかね、そういうことでもいいんですけども、なかなかね他のものがね気になっちゃうんですよね。で他のものが気になってあれこれやりだしたり、たくさんの動画を見出すとアウトですね。これは稼げないです。だって動画を見るってことはインプットしてるわけですよ。インプットしてる間っていうのは稼げないんですよ。いつ稼げるかって言ったら、アウトプットをするときなんですよね。アウトプットをする中で稼ぐ可能性が多少できるってことなんで、だからアウトプットの量がやっぱりね非常に少ないと商売ってのは成り立たないですよね。まずはあなたが発信をむちゃくちゃやってください。そこを通らないと一人で稼ぐ道には至らないと思うんですよね。もちろんある一定の期間、短い期間、少しだけ稼ぐことってのはできますけども、生活費を安定的に毎月稼いでいくってことにはなりません。人の動画を見ると、その人の商品を買いたくなるのがオチですんで、用心用心でございます。それでは失礼します。